じゃあ、今日は練習の前にチケットノルマについて話すね。うん、よろしく。前のライブの後にも話したけど、今まで免除してもらってたチケットノルマを次回からはしっかりやろうと思う。ライブに出るために私たちが出る日のチケットを周りの人に買ってもらうんだよね。そう、プロになるためにも通らなきゃいけない道だと思ってほしい。うん。それでチケットは誰に買ってもらってもいいんだっけ？まあね、普通だと友達とか家族とか身近な人から順番に当たっていく感じかな。あとは友達の友達とかバイトの先輩とか知り合いとかだね。うんうん、なるほど。チケットノルマは30枚だから、4人だと少なくとも7枚は売らないといけないね。ちなみに全部売れてプラスマイナスゼロ、売れ残りは私たちのお金から出すことになるから注意してね。7枚くらいならなんとかいけそうな気もするけど。そうだね、興味はきっと持ってもらえると思う。ただ予定があって来れなかったりするし、バイトしてない子は払うのが大変だからね。あ、そういえば前のライブの時、みのりや桐谷さんが見に来たいって言ってくれたみたいだけど、確か配信と重なっちゃってダメだったんだよね。そっか、チケットを買ってくれそうな人がいても都合が合わないとダメなんだ。それに2回目3回目って多くなってくるともっと難しくなる。金銭的な都合もあるし、ただの興味本位ではそう何度も見に来てはもらえないからね。興味本位ではか。それって一度チケットを買ってくれた人にまた見に来たいって思ってもらわなくちゃいけないってことだよね。そう、まあ簡単に言うとファンを作るってこと。おお、いいね、ファン。そう簡単にはできないけどね。でも固定ファンが作れればチケットノルマも簡単に終われて、その分練習に集中できる。いつかプロになるためにはライブの動員数を増やして大きな場所でライブをできるようにしたい。だからこそ今頑張らないと。なるほど。でもこれっていおりさんたちスタンドアウトも通ってきた道なんだよね。うん、そうだね。じゃあ私たちもしっかりやらないとね。簡単に言うけど思ってる以上に大変だよ。大丈夫、2曲目を作ってる時も思ってるより大変だなってめちゃくちゃ感じたもん。そうだね、それと同じくらいかそれ以上かもって覚悟しておくよ。ありがとう、2人とも。え、どうしたの急に。別に、何でもない。とにかく次のライブに出るためにはこれまでと同じように練習が必要だからね。そこに加えてチケットノルマがある。今回以上にきつくなるかもしれないけど、なんとか頑張ろう。4人で頑張れば大丈夫だよ。おー、燃えてきた。じゃあこれでチケットノルマについての話は終わりだね。うん、練習に行こうか。そうだね、行こう。